Hi guys! It's Second Brain! 今日は How we met っていうことについて話したいと思います。いつかな、多分3番目ぐらいの動画で About us っていう動画を上げてるんですけど、そこになんか自分たちがどうやって会ったかっていうのと、まあ、今アメリカで、まあ、結婚してどう過ごしてるかっていうのを載っけたんだけど、今日は、まあ、どうやって自分たちが日本で会ったかっていうところにちょっとフォーカスして、ちょっと詳しく話していきたいと思います。じゃあまずはいつ会ったか。いつ2015年の10月あたりかな。うん、ね、そうだね。ネットで最初ね、ネットで前の動画でも言ったんだけど、あのアプリで会った、うん、会ったっていうか、まあ、アプリね、アプリ名前覚えてないけど、でもゲイなんとか、うん、日本のためのアプリ、うん、なんか日本人がいっぱいいるアプリだったね。そう、まあ、それを使って、まあ、ブレンにメッセージを送って、うん、でそこからなんどんぐらいメッセージしたかな。そうね、でも、でも1ヶ月か。でもそう、セイゴがメッセージしてくれて、でなんかもうちょっとアプリ内でメッセージしてから LINE の ID を交換して、うんうんうん、で LINE で話し続けたのはもう多分ね1ヶ月1ヶ月だ ね、大体。あのそうメッセージしてたのは10月なんだけど、でも10月の間はちょっとまあ忙しくて、あの、うん、京都とか行ったり台湾とか行ったり、でもずっとその間ずっと最後とメッセージしてて、うん、でなんか初めてちゃんと会うってなった時が11月の26日そうに東京の新宿駅の西口で初めて会ったね。あの最後が先に着いて、うん、で自分の時間ももちろんあの決めてたんだけど、もう遅刻しちゃって、ね、何分ぐらい ?30 分ぐらいじゃない。でもなんか雨の日で、あのバスとか電車とか、うん、電車は大丈夫だったけど、バスとかは本当にもう遅れてて、本当にごめんねって泣いて、泣いて。え、で、ツイッターで多分電話したよね。したかな、多分。多分、それも緊張したけど。わー。懐かしい。で次は初めて会った時のお互いの印象、うん、そうだね、背が高いと思っちゃう。うん、背が高くて、なんだろう、優しいと思った。そう、自分たちは一応2人とも、まあ、同じ、ね、身長だよね、ほぼ。だけど2人とも180センチは超えてるからね、なんか日本にいても、まあ、2人並んで歩くと結構存在がでかい、ね、ちょっと飛び出ちゃうそうだね、うん、それにびっくりした。俺はなんだろう、まあでもかっこいいっていうのもあったし、あとはファッションがおしゃれと思ったかな。まあブレンは今でも結構黒の服が好きで、黒、あ、今も黒、全部黒じゃん。まあでも白があるよそう、でもブレンは黒がめっちゃ好きで、なんか会った時は多分全身真っ黒だったよね。多分真っ黒で、なんかリュックかな、何かね、それも黒、靴も黒、多分なんか本当に真っ黒で、わーっと思ったのを覚えてるその時のファッションうん、懐かしい。その後は、ラーメン、うんファーストデートにラーメンっていうのもちょっと面白いと思うんだけど、うん、まあ、ラーメン食べよう、まあ、油そばか、そう、油そばだね、食べようと言って、ね、道ちょっと迷っちゃって大変だった、あれは。でその時にあれ、あの多分生後が一生懸命、ね、あの英語で話してくれてたんだけど、うん、もういきなり日本語話したそう、なんかブレンが日本語喋るって全然知らなくて今までずっと1ヶ月ぐらい LINE も英語でずっと話してたのに、いきなりなんか日本語でベラ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 って喋り始めて、え？ってなってでもそのね、なんていうの、日本語できるよって見せる時をすごい楽しみにしてた俺のリアクションを見たかったそう多分すごいね、困惑してたと思う。え、なんで日本語喋れんのみたいな感じだったかなでも聞いてくれなかったもん、日本語できるのとか、普通に英語で話してくれてたから、うん、なんかね、それなんで聞かなかったんだろう、なんか普通に英語で喋ってた。じゃあ、で、なんだっけ、まあ食べて、うん、で新宿めっちゃブラブラして、うん、帰
買い物もしてなかったけど、まあね、デパートとかブラブラして、うん、でスタバとか行って、ね、なんか本当に新宿を1日かけて2人で回ったっていう感じだったかな、初日は。そうで、その後は夕飯は横浜で食べたんだよね、うん、居酒屋じゃない、居酒屋、居酒屋行ってご飯食べたね。そうだね、懐かしい楽しかった、うん、めっちゃ緊張して食べなかったけどね、自分緊張すると食べれなくなるから、ね今でもそうだけど、今でもそうだけど、だからもう全部食べてくれるっていう、ね、あやばいと思っていっぱい食べれると思ってまあ緊張しても食べれちゃうからね、うん、ちょっと違うねそこは。付き合うまで、付き合うまで、でもなんか日本だと結構付き合うまではなんかその告白するじゃん、うん、なんか告白して付き合ってくださいっていうことを言ってお互い付き合い始めるけど、俺らはなかったんね、そういうのは。特にね、うん、そう、なんかもう最初からすごい好きでね、うん、もうなんか当たり前ってなってたんだけどね、なんかもう2つか3つ目のデートの時に、うんうん、なんか確認したなんか彼氏だよねってだよね、うん、そうだと思ってたけどっていう感じだよね、みたいなだからなんかまあ自然に、うん、なんか告白とかなかったから、まあ、自然に、まあ、彼氏彼氏だよねっていう流れになったかな本当にね初めてだったし、それがそういうのがね、だから分かんなかったけどはい、はい、じゃあ今日の動画はここまでになります。もし気になったことがあったら、まあ、コメントとかで、うん、なんかいろいろ聞いてください、聞いてください、まあね、動画の中でもしかしたら答えるかもしれないので、そうそう、いろいろ質問してみてください、ね、コメント読むのがね大好きだからいっぱいしてくださいあといいねとサブスクライブ、チャンネル登録の方もぜひお願いしま す。あとベルアイコンも押してください。リンリンじゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。